はい、テニスの坂です。今日はですね、テニスコーチ側の愚痴っていうんじゃないけど、まあ私も別にね、テニススクールでね、こうお世話になって、テニススクールでこうレッスンしながらこうやってたんだけど、そこでまあジュニアをね、こう、指導させてもらったりとかっていうする中で、やっぱりその、まあなんていうかな、まあこれ今回このコーチの立場というか、そういうふうなことをちょっと話していきたいかなと思うんですよね。まあ、なんていうのは、何人かね、コーチの人もね、こう聞いてくれてるっていうことだったので、そこでね、まあ私が今で、なんですかね、テニススクールでコーチやった時、今はもうテニススクールでコーチやってないので、その時にあったこととか、で、そういうことをね、ちょっと聞いてもらうことで、まあ、受講者も、こんな裏でこんなことがあるんだな、とかってね、で、そんなことを見れば、そこのね、スクールのコーチの裏側っていうのをなんか見てくれるのかな、というふうなね、感じもしたんですよね。もう本当はね、余裕なかったですよね、この、朝から晩までレッスン漬けでしょう。で、レッスンをこなさなきゃ、やっぱりこうね、給料も上がんないわけじゃない。だから、もう本当に朝レッスンやって、終わったら次レッスンやって、またレッスンやってって、こう連続でボン、ボン、ボン、ボンなのね。で、その中でやっぱ集中維持しなきゃいけないし、で、まあ、その時は一般もやってたしね、ジュニアもやってたし、だから、もう朝レッスンやって、お昼レッスンやって、夕方ジュニアになった、見る頃にはもう疲労困憊でね、で、疲労困憊になった状態でまた泣いてあるっていうね、そんな感じでしたよね。で、その時に私思ったのね、なんていうかね、余裕がなかったら多分、本当にいいレッスンっていうのはこうできないんだろうなと思ったのね。普通、例えば、なんて言うんだろう、芸人に例えたらね、芸に例えたらね、普通の舞台で芸があるじゃない？その芸を覚えるまでに、もう何ヶ月も練習して、練習して、練習して、で、その一瞬の、その、なんていうかな、舞台でこう、その成果を披露するわけじゃない？前だろ、テニスのレッスンもなんかに舞台のように思えてね。で、その舞台に出すのに、練習の、もう何もないままに、そのままぶっつけ本番でずーっと数やってるっていう感じでやってるから、やってたから。で、周りの人も見てても、まあそんな感じだったのね。で、じゃあ、その、いつ勉強するの？いつ、なんていうの、レッスンのテクニックを磨くの？ってなってくると、なかったよね、本当にね、今から考えたらね。だから、なんて言うんだろう、もう休みの日使って、その時に高良武先生のね、ところの、高良塾があったから、その高良塾をね、月1回の高良塾に行ってもらったりとかして、勉強させてもらったり、で、今も亡くなった藤田プロが来てくれて、教えてくれたりとかっていう、その休みの日に使って、やるしかなかったもんね、もう本当余裕がこうない状態でやってましたね。なのでどういうんだろう、やっぱりこのいいレッスンをする、いい練習を提供するためには、それだけその勉強する時間とかそういうのをこう作んなきゃ多分できないなと思ったのね。で、そこでまあやっぱりまあ前の会社もね、非常によく私のことをね、もう社員にもしてくれたし、お世話にはなったんだけど、まあ一般のスクールとしてはまあね、まあ、それでいいのかもわかんないけど、まあ、自分のやりたいものがあったから、だからもうやめてね、で、なんていうのかな、この自分のペースでできるようにね、やんなきゃ多分難しいんだろうなっていうふうに思ったのね。で、それからやっぱりこの勉強する時間とか、そういうのをこう増やしていって、で、その一つのレッスンとか練習にこう集中できるものをね、こう作っていこう。思ったんだけど、やっぱり自分がまた独立で経営者になって、テニススクール2つ運営した時に、やっぱり、よくよく考えると、社員にまたこれを強要するわけよね。この、なんかレッスン数増やさなきゃダメじゃない。だから、人数増やさなきゃダメじゃない。うち、その時テニスラジー700人いたからね。で、そうなってくると、この社員とこう、仲悪くなるじゃない。で、喧嘩したくなったやつとも、喧嘩したくなかったやつとも、結局喧嘩になっちゃったりとかするじゃない。やっぱり経営者と雇用者って、そんなもんだから。で、なんていうかな、結局理想とはことまた外れていっちゃうっていうふうな部分があったのね。まあ、その中で、なんとかジュニアレッスンだけはこう、理想をキープしていったんだけど、
そういう中で結局もう全部自分で一人でやることにして、もういらないものは全部もう削除して、ジュニアチームだけを残したのね。でそのことによって昼間は私全然時間は空いてるから、だから私のもうだから勤務時間ナイターだけにした、ナイターと土日だけにしたの。昼間は丸々空けたのね。でその昼間は丸々空けたのはね、自分のこう勉強の時間とか好きなことに使うっていう風にもう変えたのね。でそうしたらこうジュニア、その時が一番ジュニアこう活躍したんじゃないのかな、なんか一番ね。でそれからまあそのジュニアのチームと運営してた時にやっぱ思ったんだけど、やっぱりその保護者との考え方とか、また自分の考え方とかっていうのもどん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 時代とともに変わってきたものがあって、でおそらく多分なんていうかな、やっぱどうしても理想を追っちゃう方だから、もうそこでテニスエナジーを解散したのね。で解散して、でなんていうのかな、もう自由にね、自分もうあと、まあ、子供も全部独立しちゃった後だから、もう自由にできるじゃない。で自分も自由になるから、だからもうあとはもう自由にやろうと思って、でじゃあ理想のなんかテニスでなんだろうってすぐ知りたくなってね、まあ、前回の動画と同じなんだけど、でそこでまあなんていうのかな、いろんなテニスの勉強をさらに始めて、だ勉強したからって、で別にレースに生かそうっていう気もないのね。まあ、いや、生かしてんのよ。でもなんか自分が知りたいなっていうのがあって、それでこうずっとこう、やってってんのね。で、まあ、前回の続きで言えば、まあ、だからその中でこう、フリーに教える子たちの方が、なんか、自由になんかこう、動けるなっていうふうなのがあって、で、成績も実際上げてくれてるし、その中でね、今があるんだけど、まあ話戻って、テニススクールというその組織の中で、じゃあジュニア育成ってじゃあどこまでできるのかって考えたら、いやその普通のスクールの中でも強くはいっぱいいますよ、確かにいるんだけど、でもやっぱりこの本当にもう突き詰めたものっていうのはなかなか難しいんじゃないのかな。まあもしもね、そのなんていうのかな、そこのコーチがね、昼間何にもしなくていいよ、もう自分の勉強だけしていいよ、あとはナイターだけもうジュニアだけやっといてねっていう立場だったら、多分その会社の中でもいいレッスンは多分できるんだろうねと思うのね。多分その時間本当にいいコーチだったらその時間勉強してるから、おそらくね、寝てウェーとか言ってね、ポテチ食べながらウェーってやってるわけじゃないよね。昼間から酒飲んでウェーってやってるわけじゃないと思うから、だから勉強してると思うから、だからそんなんだったら多分会社組織でもできるんだろうけど、もう一日中パツパツにレッスン朝からブワーッと入って、ナイタージュニアやって、さらにまたレッスンやらなきゃいけないっていうんだったら、多分そこでトップ出すのって多分難しいんだろう、出ないわけではないだろうけど、出せる人もいるみたいだからね、難しいんだろうなとか思うんですよね。だから、まあ、コーチの人たちには伝えたいのは、やっぱりもうちょっとこう、なんていうのかな、自分のゆとりを持つ何かを考えた方が、自分の人生にとって良くなるんじゃないのっていう風なね、そんな感じがするんですね。ちょっと悪い言い方が、その言い方がいいのかわかんないけど、経営者の人に怒られるかもわかんないけど、なんか、つなぎ止めてるためのなんかシステムに、なんかこう、コーチたちがずっとこう、縛られてるっていうのも、なんか感じるしね。だから、なんて言うんだろう、自分の力をつけて、自分でやっぱり、自分看板でできる力をつけないと、やっぱり残っていかないんじゃないのかな。これからどんどん人口減っていくし、じゃあどんなとこが残るのってなってくると、本当大手の一部だけど、その中でも多分、さらに人数が削減されていくんだろうなっていうことを考えたときに、やっぱり自分が好きに行動できるようなものを持ってるっていう風なコーチにならないと、やっぱ厳しいんじゃないのかなっていう風にこう思うのね。で、ジュニアとかその保護者の方からも見ても、やっぱりまあ多分自分のとか勝つので多分精一杯だとは思うんだけど、正直その、なんていうのかな、やっぱりノウハウを持った人と、そうじゃない人の差って大きいから、大体こう見て、ノウハウのある人ってわかるのね。あ、今のレベルは、ゴールまでの、どれぐらいなんだろうね。ただ富士山登るんだったら何合目に来てるね、とかね。明確にわかるのね。で、そうじゃない人っていうのは、もう、そのレベルが、その、富士山で言ったら何合目なのか、もうさっぱしわかってないのね。正直言ってね。で私もそんな時期あったから、確かに優勝を出したけど、この地域では1位だけど、この1位って歴代ではどれぐらいのレベルなんだろうとかね、
どの位置にあるんだろうっていうのが、やっぱりさっぱし分からなかったのね、昔はね。でも今だったら分かるじゃない。そうしたら、今この子のレベルがこんだけにあるから、じゃあ、これとこれとこれをやったら多分ここに行くよねっていうのが、だいたいこう分かるのね。で、その分かる人に教えてもらわないと多分いかないんだよ、これね。おそらくね。まあ、熱意だけでその強くなってるってもあるから、まあ、熱意があるのがやっぱり一番だからね。そこがすごく大事だと思うのね。だから、その、コーチの技量っていうか、こう、ね、今日も言ったんだけど、そのスクールがもうパツパツで忙して、多分このコーチ、ゆとりがないなっていうふうなところだったら、多分、そこに、まあ、悪いけど、そこに任せていっても、でも多分無理だから、保護者が自身が動いていかないと多分、無理だろうなとは思うし、で、あるレベルまで持っていくんだったら、そのノウハウを持ってる人、このコーチだ、ここまでこんなノウハウを持ってんだろうなとか、こんなノウハウを持ってんだな、ここまで動けんだなっていうのを、こう、分かった上で、任せるとか任せていくとかってことでやっていかないと、多分進まないんだろうな。最近、保護者がね、もうほとんどコーチになって教えてるとこもだんだん増えてきたのね。多くはそこで失敗してるのは、誰かに任せるってことはできないまま終わっちゃったりとか、多分親としては妥協できない部分があるのね。で、それで任せれないまま終わっちゃったりとか、任せるとこ間違っちゃったりとか、間違ってないけど結局この計画とはえらいずれてってるとか、なんかそこがこう合わないのが非常にこう今まで見て多かったのね。だから、なんていうかね、保護者もやっぱり、今預けてるコーチの立場ってどんなんだろうとかいうのを見ながら、うまく、コンタクト取って、信頼関係ができて、うまくいけたら一番いいんじゃないのかな、とか思うのね。どこ行っても、やっぱり、お客さんなんだから、お金払う限りは、悪い会話しないし、絶対、いいことは、そのコーチは、自分の中で一番いいことは伝えようとはしてる。くれてるはずなのね。で、してくれてるんだよね。だから悪くはないんだけど、ただ本当に上がりきるんっていうことになってくると、よっぽど本当に本人の実力があるのか、実力がなかったらこう引き上げてくれる人に出会わないと難しいのね、今度ね。で、それは引き上げてくれるってなってことがあると、本当にその子との信頼関係がなんかできないと難しいし、信頼関係ができなかったら多分コーチは引き上げてあげたいんだけども、そのことによって、まあ言ったら、なんていうのね、自分に不利益なこともあるもんね、やっぱりのいろいろね。だから、引き上げてあげたいと思っても、やっぱり揉め事も嫌じゃない？こう一つ揉めるとかそんなのも。だから、やっぱりそれは躊躇するから、やっぱりそこでやっぱり、ああ、ここだったら大丈夫だなと、この子の家だったら大丈夫だなっていう、なんか、そういう信頼関係があったら、力なくてもこう引き上げてくれる人は引き上げてくれるから、そんなものがうまくできるといいんじゃないのかなっていうふうにね、まあ持っていたらいいんじゃないかなと思うのね。まあ何言ってるのかちょっとね、飛びまくったんだけど、まあコーチは今、コーチの人たちは今の環境でいいんだろうか、本当にその舞台を踏むのにもっといろんなものを勉強して、なんかこう、この舞台のための準備ってもっといるんじゃないんだろうか、そのために余裕がないと生き残っていけないんじゃないんだろうか、本物ができなくんじゃないだろうか、で学ぶ方は学ぶ方で、やっぱり余裕のある人に任せないと、やっぱり厳しいんじゃないんだろうか、その背景を見て、やっぱり任せる人っていうのはどんなのかなっていうのをね、ちょっと考えていって、やった方がいいんじゃないのかな、というふうにはこう思いますよね。まあ、うち、わかんない人はね、うち土日にね、練習会とかいろいろやってるし、で、まあ、月曜日に、事後の相談会もやってる時はあるので、まあ、下に出しておくから、またね、コーチの人も、いろんな10年の方も来てもらったらね、いろんなこう、交流がね、持てていいんじゃないのかな、というふうに、思います。私はあんまりね、基本ね、つるまないので、何か一緒にやりましょうってことは絶対しない方なのね。自分一人でやりたい方だからね。だからそういうのはやらないんだけど、まあ話を聞いてね、なんか同調できるなら同調してね、なんか話ができたらいいなと、こう、まあ思ってるだけなんだけど、まあ私ができるとすれば、なんていうかな、その、この技術の、スペックをどこまで上げていくのかっていう、その指針とか、そういうのは、お話できるので、その辺のことの程度であれば、多分、お話は多分、きっとマイナスにはならないと思うのね、うちのだったらね。まあ連絡いただければいいんじゃないかな。
まあ、あまり込み入ったことに関してはもうちょっと私もあのそこまでちょっと難しくなるから、まあ、簡単な範囲のしか多分できないのは確かだと思うから、あの、まあ、一度ね、来てもらうか何かして、お話できればいいかなと思います。でたまにあの匿名で言う人とかあの名前、例えばその子 の, あのお子さんの、ね、レベルとかランキングとかお名前とか聞かないあの言わずに話だけあの来る人いるんだけど、ちょっと私そういう人はちょっとあまりちょっとあの昔ねこういろいろこうあったので、あまりこう関わりは逆に持ちたくないので、あのその辺はちょっとねあのご考慮いただければいいんじゃないのかなと思います。で、なかなかとなりましたけどもね、ちょっと半分愚痴が入ってるのかどうか分かんないけど、ちょっと業界のことについてもちょっとお話ししました。ということで皆さん頑張ってください。